先生、お疲れ様です。元気だねって。だってようやくテスト期間が終わったんだよ。元気にもなるよ。さっきまでみんなとケーキ屋でお疲れ様会やっててね。いや、まあテスト期間中もスイーツ店には行ってたんだけどさ。それはそうとして、これ先週のお礼。中はいちごのタルトなんだ。ほら、いちごが美味しい季節じゃん。先生も疲れてるだろうし、甘酸っぱいいちごで疲れとろうよ。先生、今週も疲れ様です。